おはよう。どうかした？部屋の窓が割れちゃったからでしょ？私の部屋でって。熱はないみたい。みたいね。よかった。けど、窓ガラスっていくら？じゃあ、ちょっと ATM に行ってくる。お兄ちゃん起きて。お昼過ぎ。もうガラスの交換も終わったから。それなり。だから年末掃除すればよかったのに。大掃除なんだから徹底的にやらないと。怠惰ね。成功うどくって言葉があるでしょ。
チース。まあまあ、立ち話もなんでございますので。千尋が言わないでよ。もしかして ガラス割ったの千尋なんじゃないの？にゃ！必殺独身術！あ、当たったんだ。うわぁ、誘導尋問？別に誘導なんかしてないけど、ただ千尋ならやりそうなことだと思ったから。そうじゃなくて、小石を投げつけているつもりがつい大きい石になってしまったとか。悔しいですが図星です。わかりやすいんだから。この蔑みの目、今は耐えねば。臥薪嘗胆。別に蔑んでなんかいないけど。いや、一度やってみたかったんだよね。窓に石を投げてさ、密かに。何回か試したんだけど、全然気がついてくれなくて、音が小さすぎるのかなって。だって電気がついていたから。というか、そんな夜中に人の家に来ないでくれる？窓のことよりもよっぽど般若面ですよ、お兄さん。どうしましょう。まったく。あ、そうだ。窓のことはいいとしても、こっちはダメだから。私たちこう見えても両親のいない気の毒な人たちですから。電車かな。やっぱ夜行列車。え、どういうこと？
男なら真冬の日本海だっしょ。ふんどし姿で森持って荒波に立ち向かうというか。ん？どんな雑誌？好きだって言ったでしょ。それでそのお誘いしようと思ったってわけさ。この子の、寒いけどね。けど夜は綺麗だよ。まあそうだね。今日の夜も行ってもいい？電話するね。エマちゃんに見つかるといろいろと良くないだろうから。お腹空いてない？窓のお詫びにおごってあげるよ。あー、なるほど。いや、シスコン野郎ですから、京介くんは。ま、しょうがないか。ご飯一緒したかったんだけど、夜に借り出すんだし今はしょうがないとしますか。発展的妥協ってやつやね。やあ、おかえり。いや、挨拶にね。今日こっちに来たものだから。うん、お久しぶり。
そうそう、京介くんにも聞いておこうかな。最近は母の様子はどう？そうか。それじゃ僕はこれで。お茶ごちそうさま。いえ。僕はいつもの駅前のホテルに泊まっている。よかったら遊びに来てくれよ。お兄ちゃんがいなくて困っちゃったわ。芝ですが、今いいか。じゃあ、そうだな。駅前にでも来てくれ。電話で話すより、そっちの方がいいと思うんだよな。了解。早かったな。見りゃわかるけど。まあ気にならないやつなんていないだろうけど、信じる信じないは別として。試した。どうだったかはこれから俺たち二人で確認ってところだ。ということで行こうぜ。裏山。ただの夢じゃないけどなと思うんだけど、夢に出てきたのは俺の昔だった。そして俺は昔の俺の姿で行動したんだ。